東新祖と大日道東新祖。排水口が掘られている小瀬寺塔跡は奈良県御瀬市古瀬にある仏教遺跡、国の史跡、吉野口駅の北東方向、JR 和歌山線と近鉄吉野線に挟まれた畑にある周辺を椿などの木々に囲まれている場所にある。塔跡には新祖が一つ露出している。新祖は約1.3メートルの大きさで、 直径 88cm、深さ 12cm の円形の柱口をがち、さらにその中央部には直径 13cm、深さ 6cm のシャリオサメ口がほじってある。シャリオサメの周りには三重の溝が切ってあり、これらの溝を結ぶ排水溝が西方向へ掘られている。1927年に国の史跡に指定された。 どのような規模の塔だったかは不明だが、正福寺に保管されているコッセデラのガランズ、ワシュクズ、カミゴーリフルセユズには五重塔が描かれている。現在は近くに大日堂と呼ばれる小さな堂がある。現在も残るシーンの一つ、アウンジ演技によれば、古世寺は聖徳太子の創建とも伝えられるが、詳しい創建時期と理由は不明。出土した河原は、 アスカ時代後期のものとみられ、今の御所市、古瀬付近を本拠地とした古代の豪族古瀬市の氏寺として、大伽蘭の寺院が創建されたと考えられている。日本書記にも寺名が見られる8月古瀬寺、風に百戸。平安時代には幸福寺の末寺となったが、鎌倉時代に所有財産を、春日大社に寄進しており、その頃から後輩支配寺となったようである7月が、残る。 関連する寺院、小瀬の椿と万葉集万葉集には、小瀬の椿を称える歌が二つ収められている。JR、近鉄吉野口駅下車、東北へ徒歩約十分。吉野口駅より、蘇我川沿いを北へ進む。途中、小福寺がある。近鉄の鉄橋を潜り左折すると、大きな案内板が見える。そこから畑道を上がっていくと、銅が見える。なお、 アウンジは、吉野口駅から北へ進み、左折して JR 近鉄線の踏切を渡り西方向へ進み国道309号を越えた場所にある。ありがとうございます。